投票率が低いという理由で選挙に行かない人たちに聞いたことがあります。彼らには無関心ばかりが理由でなく、どこにいるとも同じだ、与党が弱すぎるので行っても仕方がないという意見があるようです。そして悪性を変えるための受け皿がないということを理由にしています。まずは受け皿を作ることをもっと考えませんか。今のままでは戦争する国になるだけでなく、先人が多くの犠牲を払って手にしたこの国の民主主義は危ないと思います。日本共産党が国民連合政府を提案したり、生活の党と山本太郎と仲間たちの小沢一郎代表がオリーブの木を提案したりしてますが、いずれにせよ野党と311以降から起きてずっと現在に至るまで広がりつつある市民運動やインターネットの中にいるこの国の未来を心配する人の輪が力を合わせて受け皿を作る必要があると思うのです。もっともっと国会の中と外の声をつなげていきませんか。この独裁政治を倒しませんか。ひっくり返しませんか。よろしくお願いします。はい、民主党議員の皆様、9月19日未明、安保法案が採決とも言えないやり方で可決されました。与党議員が鎌倉を作り、何を起こっているのかわからなくさせ、また実力もない、こんな採決は無効であると思います。しかし与党は行使に向けて推し進んでいます。こんなことは到底許されることではありません。民主党の議員の方々も議会などで追及されておりましたが、今後も引き続きあの採決が本当に有効なのか、取り消しではないのか、他野党の方々と力を合わせて追及無効に追い込んでください。また共産党の志位委員長からも提案されている与党共闘についてもぜひお願いします。いろいろな政策が違うことは承知の上です。しかしこの安保法制、戦争法案の廃止に向けて共闘していただけることを望みます。選挙の際、自民党はなんとなくおかしいかなと思うが、他に言うところがないという意見をよく聞きます。野党が来年の参院選に向け共闘していけば、これらの方々の受け皿が作れます。安保法では国会の中と外でつながれたと感じております。どうか国会の外で声を上げていた私たちの思いを受け止めてください。オール野党で自公政権を引きずり下ろしてください。よろしくお願いいたします。安倍政権のヤバさに続き、民主党の選挙を手伝い始めて2年近く経ちます。市議選、県議選も電話かけもチラシ配りもやりました。だから言いたい、今回の安保は廃案、見直しなんかじゃなく、廃案、廃止ですね、廃止。自衛隊が人を殺せば、その恨みを日本人の命で支払う時が必ず来ます。世の中はそういう風にできている。はい、元民主党の方です。民主党さんにはもっともっと謙虚に国民の声に耳を傾けてほしいです。党内の争いにエネルギーを使っている時ではないです。安倍政権を倒すために勢力を尽くしてほしいです。安保法制廃止の一点でブルグに共闘してください。異論のある党員はいりません。国民に寄り添うのか決断する時です。日本会議の方々とは分かれるべきです。日本会議の方々は民主党をおやめくださいね。民主党の野党だからといって全ての人を応援はしないです。早く一枚岩になりますようお願いします。安倍政権によるクーデターを止めてください。今は非常事態です。勝利を捨てて野党結集を、戦争法を廃案するまで政策が違っても野党心を合わせて、野党一丸となって私たち国民のために頑張ってください。この際は共産党とも力を合わせてください。安倍打倒まで応援してます。よろしくお願いします。あなたたちは今のこの流れ、国民の多くの人たちが一点にまとまって、野党がまとまって安倍独裁内閣を倒してほしいという空気をぜひ読んでいただきたい。そのためには例えば、民主党が共産党と組んだらこんな党を出て行ってしまうというような、千葉から出てきたちょっと太っちょな元総理が言ってるみたいですけれども、いいです、そんな人は出て行っていただいて議員を辞めさせていただいてもいいです。その人の何倍もの国会議員を私たちは支援して
民主党の中に送り込んでいきたいと思っております。